お前ら席につけ、テスト始めるぞ。開始までテストは表に向けるなよ。俺の名前は旅人残之助8歳、旅行は大好きだが旅人さんは滅法苦手だ。それではテストを始め。さーてどれどれ。問1、一周 400m の池があります。伝郎くんは分速 100m、 花丸くんが分速 60m で同じ位置から逆向きに同時刻に出発したら何分後に2人は出会えますか？くっそ、全然わかんねえ。どうしたらいいんだ、何か方法はないのか。はっ、俺の脳内シミュレーションを使えばいいんだ。想像だ、想像するんだ俺。ボワン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 。今回の脳内シミュレーションは毎度おなじみベイコム陸上競技場にて行う。まずは入念な距離測定のもとでそれぞれの分速をマスターするところから始める。よーい、スタート。実際にやってみた。やばい、めっちゃむずい、めっちゃむずい。これ1秒1メートルやもんな。入念な調整をしつつ練習すること30分。59秒。おーい記録。うわーすげー、俺1分65やで。分速 100m、 60m ともにマスター完了。それではいざ実践。気をつけね、お願いします。お願いします。投稿するよ。位置について、よーい、ドン。検証スタート。この一本一本の草が生い茂るこの聖地陸上競技場、お互いの入念なアップの強いに生まれるその回答は果たして同様に確からしいものなのか、果てまで算数への冒涜となるのか。答えを探し求め旅歩く二人の旅人がこの聖地を旅歩き、果たして最後の答えにたどり着くことができるのか。この下潮も凌駕する二人の速度は全く変化することはありません。まさに群雄割拠、算数というものに縛られた二人の英雄がここぞとばかりに回答を目指し今回は協力しております。そこでいざ終了。果たしてどうなった結果は。記録出ました、2分50秒後。おお。へえー、そうなんだ。はあ、ひらめいたぞ、2分50秒だ。問に、花田くんは9時に家を出発して分速60メートルで学校に向かいました。しかしその5分20秒後、忘れ物に気づいた母伝子が分速100メートルで追いかけました。同時に忘れ物に気づいた花田くんは分速60メートルで家に向かいました。母は出発してから何分後に追いつきますか？くそ、またわかんねえ、これ何なんだよ。シミュレーション、ナウ。それはそうとさ、昨日またテストで3点取っちゃったよ。またなのあんた、本当に前々からずっと言ってたのにまた罰ばっかりつきやがって。そんな風に言わなくたっていいじゃないか。お母さんだって罰さんのくせに。位置について、僕もう行くからね。早く行ってきなさい。よーい、スタート。踏んだ、お母さんだ。離婚マネ、この離婚マネ。離婚の辛さ一番あなたが分かってないわ。マネ、ポイント。さてやってまいりました。離婚という二文字に嫌気がさしたまだ8つの子供が歩き始めております。その後ろ姿にはもう風格さえ感じられます。まさに大塩平八郎、自分の乱で自分が知る、そのような覚悟も背中から感じます。一方で離婚が近いこの母親はただただ待ちぼうけ、早く息子の弁当に気づかなくては何もできず終わる、まるで切られたことに気づかない、そんな無念を持つ一等兵であります。あ、大変だ、お弁当忘れちゃったよ、どうしよう。ちょっと待って、あの子今日のお昼ご飯忘れてるじゃない。届けに行かなくては。
この夏に降り注ぐ雨も母親伝子の悲しい家庭事情を投影しています。一滴一滴が離婚届に降り注ぐ、そんな雨でございます。その離婚届が役所に受理される前にせめて息子に弁当を届ける、そんな母親の使命を今皆さんご覧になっているでしょう。ママ待ってよ、すごいよ、ママ、お弁当忘れた、ママ、ありがとう、ママ、すぐ忘れ物するんだから、ママ、ごめんなさい、バカ、本当に愛してます、なかなかに愛してます。記録出ました、1分57秒。なるほどね。1分57秒。よし、次。問3、放課後、ベンタは分速 50m で学校を出発して家に向かいました。途中、学校から 100m の地点にバス停があり、そこに到着した瞬間に分速 200m のバスに乗り換えました。しかし、ベンタがバスに乗った瞬間、学校に残っていたコナンの元に電話があり、バスには爆破装置が仕掛けられているという旨の犯人からの脅迫がありました。コナンは電話がかかってきた瞬間に学校を飛び出し、分速 250m でバスを追いかけたとすると、バス停から何メートルのところで追いつきますか？くそ、なんでケンタがバス乗ってんだよ、くそ、わけわかんねえよ、くそ、こんな時こそシミュレーションだ。シミュレーション、おい、コナン、今日うな重食いに行こうぜ。バリ、今日はランネちゃんと先に予定があるんだ、バロー。お前ちょっと待てよ、お前少年探偵じゃ、探偵団じゃなくて、お前ランネちゃん選ぶのかよ、お前バリーな、うるせえな、お前見た目は子供だけど下半身は大人なんだよ、バリーな、ケンタ。じゃ行こうぜ、あゆみ、光彦、相原、位置についてよーい、スタート。行ってこい、ケンタ、最後の時だ。お、バスが来たぞ、バスが。おい、みんな乗ろうぜ。電話？誰だ、こんな時に。やあ、コナン君、今源太君が乗ったバスに爆発物を仕掛けておいた。何？信じるか信じないかはお前次第。待ってろ、ケンタ、今助ける。ケンタ、危ない、そこには爆発物が仕掛けられているんだ。ケンタ、止まれ、バカ男、何年か、相原さん、出てきた。コナン、黙れよ。うな重食おうぜ。うな重食おうぜ。コナン、ケンタ、ケンタ、待て待て待て、そこで。バカ野郎、バロー、お前だ、バロー。記録出ました、答え323m。 223m。 よし、これだ、そこまで。よし、今回は完璧だぜ。テスト開始します。満点確実。それじゃあ、この間テスト返すぞ。ザノスケくん。はい。ザノスケ、惜しかったな。お、まさか高得点。さあ、どれどれ、100点満点の回答、多めにかかろうか。今回の結論、旅人山を実際にやってみるとちょっと惜しい。